ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにする。ジャンボツアーズがお届けします。チャンディアップスーン、カンボジアなんです。全然行けてないんですけれども、ジャンボツアーズ学校を作ったユイマール小学校から始まって、そうですね、今から12年前にスピアントック村にジャンボツアーズ沖縄ユイマール小学校1を開校しました。そして、ポンプロピエリン村に2を開校しました。そして3番4番5番をコッコロン区に中学校、そして高校を作りました。ジャンボツアーズとしても SDGs の取り組みの一つとして、この高校の卒業した子どもたちを、約60キロ離れたところがシェムリアップという大きな都市なんですが、こちらの方に寮をご用意しまして、山本日本語学校で日本語を学んでいただき、学校の授業のない空いた時間に3時間から6時間ぐらい弊社が投資をしております。ジャイハウスリバーパークという素晴らしいこのラグジュアリーのホテルの方で、フロントのレセプションとかコンシェルジュサービス、そしてベッドメイキングをはじめ、ホテルのノウハウを学んでいただいて、そう、チャンスがあったらカンボジアでテストをやって、特殊技能を身につけていただいて、沖縄の方のリゾートホテルやシティホテルで働いていただけるように、弊社はそこまで取り組みたいなと思ってます。さあ、カンボジアの方で1、2年この沖縄で働いた将来の子どもたちがカンボジアにもし帰った場合は、日本のホテルのホスピタリティ素晴らしいですね、いい形でカンボジアのホテルに就職していただけることは確信しております。そのためにもこういう取り組みをやっていきたいんです。僕たちにとって文化祭とか運動会って当たり前のことなんですが、カンボジアにはそういう文化がないのも、我々沖縄から、また沖縄の頑張ってる大学生のみんながボランティアで行ってくれて、こういうスポーツイベントをやったりして一緒の取り組みをしました。またちっちゃいことなんですが、これワインを入れる袋なんですが、カンボジアセメントのセメントを入れてる袋からこれを作りました。こういうものも、限りある資源を大切にしていく、その中でこのカンボジアと沖縄約3600キロ空はつながってます。我々微力ながらもカンボジアの方でこれからもツアーを作っていくと同時に、皆さん方も一緒に参加していただく、こういう体験型、体感できるいい形のものをやっていきたいです。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。さあ、今回はひときわ弊社が取り組んでいるカンボジアのお話をさせていただきましたが、もっと今度は遠いヨーロッパの方でも弊社はいろんな形でやっていきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。また来週。